オフィスシオン FM しきたりアカデミーのコーナーです。オフィスシオン FM しきたりアカデミーでは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがしきたりや葬にまつわる慣習やマナーをご紹介いたします。今回のシリーズは火葬家族葬の現場から、オフィスシオンで働いている女性スタッフが仕事を通じて日々感じたことをブログに書いています。その中から毎日1話ずつをご紹介していきましょう。今日のタイトルは子供が亡くなるということです。以前ご主人をまだまだお若くして亡くされた奥様とはホテルでのお別れ会も含め、いろいろと法事の場面でもお世話をさせていただきました。その奥様から再び半年ほど前にお電話をいただいた時には、私の友人なの、また助けてくださいねと言われご相談させていただきました。本日お電話をいただいてびっくりいたしました。あの時話していた友人は実は息子のことなの。先生から今夜が山だと言われているんです。息子様は40歳過ぎたばかりの年齢ですが、会社には言わないでということでしたので、誰にも言わず病院におられる奥様のもとへ駆けつけました。ただ顔を見ていただくだけですが、少しでも安心していただけたら、それだけの思いです。本当にかける言葉も見つかりませんでした。今回のシリーズは家族葬の現場から、今日はブログのタイトル子供が亡くなるということをご紹介しました。本日の内容はオフィスシオンホームページでもご覧いただけます。そして今回1月5日発売のオフィスシオンの寺尾社長監修の漫画で丸分かり初めてのお葬式をプレゼントいたします。難しい、分かりにくいと思われがちなお葬式について事前に知っておくこと、葬儀者を決めるまで当日を迎えてなど、漫画で分かりやすく紹介しています。また皆様からの質問やご意見ご感想を募集しています。本ご希望の方、そしてご質問などは住所氏名をお書きの上、メールの場合は info@nara.fm、ファックスの場合は0742248422です。おはがきの場合は郵便番号 630-8334、 奈良市西の新野町43番地、奈良 .fm オフィスシオンの係までお送りください。オフィスシオン FM しきたりアカデミー、このコーナーは家族葬専門葬儀社オフィスシオンがお送りしました。